こんばんは、6時のニュースをお伝えします。今回は今流行りのアートメイクを福井アナが体験してきましたので、そちらの VTR をご覧ください。すいません。あ、どうも。失礼いたします。私 TVJ のアナウンサーの福井と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらの方がアイブロウメゾン東京でアートメイクを行っている石塚先生。普段はこちらでお一人でアートメイクやってらっしゃるんですか？はい、あのもう一人、あの助手みたいなやつがいるんですけど、まあ、今日はちょっと別の場所で施術してるんで、もうすぐ戻ってくるとは思うんですけどね。わかりました。今アートメイクが大変注目されてると思うんですけども、はい、そのブームの理由とかって何なんですか？まあとりあえず、まあ、一番の理由はあるじゃないですかね、時間をかけずに女性がメイクできるっていうことに気づいたからじゃないですかね。あ、と言いますと、まあそうですね、女性ってあの唇とか、まあ、眉毛とかされると思うんですけど、はい、まあ、そういうことを朝出かけるときに、まあ、その男のメイクが単純に省略されれば、はい、まあ、時間かけずにすぐ出れるじゃないですか。そういったところの利便性っていうところが、まあ、いろいろ注目されている理由じゃないですか。確かに便利。はい、はい、ポジション気になりますか？ポジション、はい、なんかさっきからポジション、いえいえ、なんでもないです。はい、じゃあ私、今日実際にアートメイクしていただけるということで、はい、よろしくお願いします。ここで早速福井アナも施術していただくことに。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、すいません。これってどういう仕組みになってるんですか？そうですね、まあ簡単にこう皮膚にインクを打ち込む感じになりますね。打ち込む、はい、痛みとかって、はい、痛みとかってありますか？あ、痛みは先ほど麻酔クリーム塗ったんで、まあ、全然その先全然痛くはないと思います。はい、最小限ですね。ありがとうございます。アートメイクはタトゥーに近く、皮膚にインクを打ち込み眉毛を形成するとのこと。はい、じゃあこれで完成ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どんな風に仕上がってるのか楽しんでるね。はい。どういうことですか？これが完成？はい。そう。ちょっと待って。やばい。アイブロウメゾンのクリスです。よろしくお願いします。すごく濃いんだけど眉毛。いいですか？ここの店舗って何？こんなに濃いアートメイクをする場所なんですか？はい、こういう濃い眉毛の専門のアートメイクのお店です。ちょっと待って、マジ？どれぐらい持ちます？1年くらいはね、はい、持つんじゃないかな。完璧に1年もうふざけんなよ。もう1年このままでいなきゃいけないの私。そういうお店ですし。先に言えよ、だったら。聞いてないぞ、違うな。だから、だからチンポジばっかりいじれば分かってる、いじんなよ、気持ち悪いな。責任くれよ。チンポジでて、私の眉毛をどうにかしろよ。チンポジでて、どうにかしろよ。ちょっと、聞いてるか、元に戻せ。はい、石塚さん、今回はありがとうございました。以上、そうそう。